節雲の間に比べて仙人の気配が感じられないけど、本当にいるのか？探し…いないな。目に見えるものが必ず真実とは限らないぞ。近畿滅却の札？そうか、準備を整えては来たんだな。だがそれは我がお前たちを傷つけないためのものであって、お前たちが傷つかないという意味ではない。よくわかんないんだけど。千と万の世界に近づきすぎれば世の断りを踏み外すことになる。人のこの魂は千人ほど強くはない。血も千人の気運に耐えられないだろう。ここを去れ。お前たちのために言っているんだ。買ったら次から宝箱を開けるときにキャベツしか出なくなりそうで怖いからやめとこう。どうすれば仙人と話ができるか旅館の女将に聞いてみるか。カップル。Vergolden. Namanya keren banget. Vergolden. Tell me about that Adeptus. あら、もう師匠様に会ったの？珍しいね。彼が自ら誰かと会うなんてめったにないから。きっと機嫌が良かったんでしょ？あの態度で機嫌がいいのか？そうよ、仙人との縁はかなり貴重だもの。一生会えない人だってたくさんいるんだから。言い伝えによると元神がリーウェイを作った時、仙人の力を借りたそうよ。でも仙人の多くは戦いによってリーウェイを守ることしか知らなかった。だから数千年もの間貿易の都として人間がその運営の手綱を握り、仙人は隠居の身となったの。お上は物知りだな。お上じゃなくてオーナーよ。とにかくあなたたちは仙人との縁を得た。あとは簡単よ。私のアドバイスに従って師匠様のご機嫌を取ればいいわ。機嫌を？あのご褒美者が喜ぶ姿なんて想像できないな。楽しみでしょ。私も彼の笑った顔なんて見たことないけど。まずシェフに杏仁豆腐を作ってもらいなさい。それとあなたの得意料理を用意して。杏仁豆腐は将様の数少ない好物よ。得意料理に関してはあなたに任せる。お前どんな料理が得意だ？ラティフィーサラダイクエス。Perhaps a Mahamanjusaka hot pyrus slay. Wow,
贈り物で攻めすぎるのもどうかと思うぞ。ここは満足サラダにしておこう。Wah itu, takutnya bikin fairy. Oh, make sense. Ntar gua nyiapin bahan buat bikin almond. Nyarinya susah itu almond, harus beli.The delicious salad. Mana kok gak ada anjir? Chevalry, oh ini. Bukan delicious. Sacrifice. Apa sih namanya? Mana ini? Satisfying salad.Oke, langsung ke Kang Masak. Kyūkei jū da. Jama shinai de kure. Excuse me? We like an almond too. Jama shinai de kure. Ui ui. Koko no shefu wa.モンドのカジジのワーグナーと同じくらいサービス精神がないな。 It for the boss called it. なるほど。オーナーの命令なら仕方がない。だが残念だ。今は杏仁豆腐のような細かなデザートを作る余裕がないんだよ。どうしてだ？剣士の手が剣の調子を決めるのと同じように、料理人の手は料理のクオリティを大きく左右する。だが今の俺の手は、すまないがちょっと思い通りに動かなくてな。ん？原因か。いや実はお化けが出たってお客さんが言っててな。それにな、ついさっきキッチンで怪しい影を見たんだよ。怪しい影、bayangan yang aneh。このシェフ、見た目は怖いのにお化けの話になったら急に口調が弱々しくなったな。とにかくこの防除旅館が安全じゃないかと思うと、落ち着いて杏仁豆腐も作れない。仕方ない。最高の杏仁豆腐のためにキッチンに行ってみるか。 OK ini ngecek dapurnya ini. Ntar biar PW duduknya. Yuhuu.特に何も。Bahasa apa itu? Hilang.お前たちも見たんだな。やっぱりお化けがいただろう。一体どうしたら。この様子じゃもうダメかもな。
どうする？仕方ない、一回ゴレットに聞いてみよう。あともうコルテッ元はオーネス人のくせにそんなことでビビるなんて。ゴレットはお化けが怖くないのか？そんな類のものなんて今までもたくさん見てきたよ。あ、そういえば仙人が旅館にいるなんて誰も知らなかったのに、ゴレットは。その続きは私の秘密だからね。ねえ、あなたたち、あの子にもう人を驚かすのはやめなさいって言ってきてくれないかしら。あなたたちをいいように使ってるわけじゃないわよ。あの仙人の言う通り、人の魂は仙人ほど強くない。仙人と関わることで傷ついてしまわないよう、まずはお化けからなれるといいわ。 Sound good. But how shall we persuade the cause? Sound good. でも、どうやってお化けを説得するんだ？旅館に掛け軸があるんだけど、そこにリーウェで千年もの間伝わっているコーマインが描かれているわ。それを見てきなさい。そしてこの旅館の周りで完全なコーマインが見える場所を探してみて。これで間に合いますね。 OK yang ini? Oh.Ini yang logo nyari batu ini, sigilnya. Yuhu. Tasuke が必要な方がいるはずです。Ah, ini dia. Nah, itu kan?Kejar woy. Oh, buset. Larinya kenceng banget. Oh ya, ini gua hampir lupa nganti si Ember. Nah, buset, larinya kenceng banget itu tuyulapa ini? What? Ngerasuin ini dong. Kena lu. Anjir. Sedikit lagi. Kena lu. Serem nyanyi-nyanyi.捕まえた。大変
お化けだからって怖がらせるのは良くないぞ。ちゃんと分かってるのか。ヒルチャールの兄さんが薬を飲んでも治らない。話を聞けって。分かった。姉ちゃん、もうお客さんたちをからかったりしないよ。今度はお兄さんが姉ちゃんと遊んでね。もしお兄さん来てくれなかったら、姉ちゃんが探しに行くから。Anjir, kalau lu nggak mau main bareng atau apa menemui hantunya itu, terus hantunya akan menemuimu. Kayaknya ntar ada quest lagi itu. Oke, yang penting udah kelar. なんだ、もうたたったりしないとお化けと約束した。 すごいじゃないか。この現象を感服したぞ。少し時間をくれ。最高の杏仁豆腐を作ってやる。手の調子が戻ってきたぞ。よし、Special almond tofu. Tofu itu tahu. Tofu. Ke atas kah? Atas cuy. GPS-nya error. Hey, I'm here. Hey. Hey babe. Why? Why? Wait.What? Are you at my noise? You kidding me? またお前たちか。待て、まだ消えないでくれ。これは？お前の大好物の杏仁豆腐に。異国から来た旅人の得意料理、異国情緒あふれるサラダだぞ。ほら早く、こいつが食べるのに夢中になってるうちに、これまでのこと全部話してやれ。元王帝君にそんなことがあったとは、我には想像もつかない。どれだけ時代が移り変わろうとも、帝君がいないリーウェイなど想像したこともないからな。人間界を管理する姿勢は、この事件の裏でどんな暗躍をしたのか。昨月、李水、リュウンの三人に会ってくる。彼らもそろそろ決断した頃だろう。Will the Adepti take over his role in Liu Wei? Will the Adepti interrogate the Xi Jing? Qi Xing? Aduh, yang mana ini pilihan? Sama aja kayaknya. Interrogate aja lah. Senin wa onore ni kasareta sekinin kara nogare wa shinai. Ware ni wa zokuse ni somari takunai ryuu ga aru ga.責任は責任だ。我らの神は契約の神だからな。待ってくれ、最後にもう一つだけ聞きたいんだけど。なんだ。なあ、姉ちゃんって一体何
何者なんだ？妖魔退治をするとき、まれに人に悪意を持たないが成仏できない霊に遭遇することがある。だからオーナーと支配人にしばらく世話するよう頼んでいたんだ。防除旅館が面倒を見てるのか？この旅館のサービス範囲広すぎだろ。おい、うらくらまし、チャプター1、アクサートロイニYep. Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!